ばんは、元男の子の青木かのんと渡です。ご無沙汰してます。すごいかしこまっちゃってる動画なんですけども、実はですね、渡くんからご報告がありまして、最初に結論から言いますと、そう、夕方5時のチャイムが鳴ってる今。そうか、渡笑える雰囲気じゃないの、ごめん。タイミング悪いね。私の YouTube チャンネルに渡くんの出演が年内いっぱいとなりました。ちょっと私事なんですけど、実は最近転職をしまして、前職の会社に関しては、はい、例えばこういった動画の出演であったり、ある程度こう許容をいただいていたんですけれども、はい、次ですね、転職先となってる会社に関しては、会社の規則等もありまして、今後の動画に関しては難しいっていうふうにご教授があったので、年内いっぱいで出演ができなくなるという形になった。感じです。理由としては、前職の時は結構多忙で、前動画に少し話させてもらったんですけど、家庭のその介護とか、そう、だいぶ忙しくなってきたから、会社に関してはしっかりこう、例えば定時で上がったりとか、状況をこう変えていかなきゃいけないっていうのがあって、まあ、なんだ私をチラチラ見ながらいいよ、全然ちゃんと正直に話しちゃっていいよ。そこもあって、まあ、次の会社でっていう形で転職活動を実は最近行ってたんですね。めちゃめちゃ大変なんですよ今。家庭の事情が大変で、もう少しその生活のリズムをちゃんと整える上でもやっぱり必要不可欠だったっていうか、まあ人間らしく生活をするためには新しく別の会社に入って家庭のその介護の方も両立させていくっていうのがもう渡くんにとって最後の残された選択っていうことで、そこの会社さんがこういった YouTube とかで顔出しとかすることで業務に支障をきたすっていうことのお達しがあったので、それを言われた時は正直残念だったっていうか、まあでも動画界は普通に今まで通り過ごせるからそこはいいとしても、視聴者さんと渡くんとのその関われる場がなくなってしまうっていうのは複雑な気持ちではありますが、私は第一に渡くんの横にいる以上大切にしたいって思ったので尊重しました。接点なくなっちゃうっていうのが寂しい。YouTube 楽しいって言ってたもんね。最初はなんか緊張してとかいろいろ感情があったけど、コメントしてもらってそれがすごい嬉しかったり、ちょいちょいだって LINE でスクショ送ってきたもんね、こんなコメントもらえて嬉しかったみたいな。普段多分体験できないじゃん。まあそうね、会社員で働いてる立場からしたら非現実的だよね。中には見てくださってる方で「え、会社大丈夫なの?」みたいなコメントもまあ以前あったんですけど、事の経緯としてはまあ大丈夫だったんで、そう、まあただ次回に関してはっていうところで、副業とかそういうメディアに出演は NG の会社。 NG、まあでもね、やっぱ家庭っていうかもう生きるっていうのがやっぱ人間第一ですから、そこを優先せざるを得ないと思う。私でもそうすると思うし。あれだよね、今年いっぱいまでは。次のその入社するのが年明けからなんで、年内いっぱいは最後までこう出させてもらって。ローション相撲しますか、じゃあ。どすこい?ああ、どすこい?ってな感じでね、ちょっとなんかやれればなっていうふうには感じます。テンションがちょっと今日はこういうテンションで行くらしいんで行くらしいなとちょっとごめんはい、そっか。もう渡くんが伝えたいことは全部伝えられたって感じですか。一通りお話はできたかなって思います。ということで今回ですね、渡くんの報告動画でした。年内まであと約1ヶ月弱となりますが、精一杯私たちの動画を出していきますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。少しでもこれから渡くんのことを応援してくれるよっていう方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。